こんにちは、ナタです。スラムダンクエンパイアーズ2日目第2試合、実況ナタでお送りしていきたいと思います。というわけで、前回動画から始まりました、茶番スラムダンクエンパイアーズ。初回の動画は、概要欄再生リストから見れるようになってるんで、よかったですね。前回動画見てからこの動画見てもらえると嬉しいです。ほらね、早速、続きやっていこうか。レッツゴー。一応ね、改めて、スラムダンクエンパイアーズの、ルールを確認しておくと、この湘北高校ですね、安西先生率いる湘北高校、計6名います。ですよね。5人の選手と安西先生という、計6人。この6人だけで、総判ワード、天下統一を狙っていくっていうか、天下統一することが、条件となっています。こっからね、新たにその、登用だったりして、登用するのもなし。で、水挙で、なんかその味方ね、その家臣団が、水挙とかで、入っても、放逐する。そして、戦で、勝利して、なんか捕獲したとしても、解放、もしくは初段、みたいな感じでね。そういうルールで、一切ですね、この6名の中に加えない形で、勝利していく。あくまでやっぱ湘北で優勝するっつってね。湘北高校で優勝することが条件、みたいな感じでね。ルールを設けてたと思うんで、改めて確認しておきました。じゃあね、続きやっていきましょうか。ほらね、ちょっとやっていこうか。どうしよう。ちょっとね、購入しておきたいな、道具屋で。いやー、買えねえな。買えねえな。金がねえ。金がねえが、徴収するとちょっとね、湘北高校のイメージがすごい悪くなってしまうんで、それは悲しいんで、どうしようかな。困った、困った、同盟ですね。同盟というか、提供要請したいな。提供要請よ。もう第2試合に向けて、ちょっと金を調達しておきたいんやけど。意味わからんやろ。もう意味わからんやろ。とりあえず安西先生の特訓しておきます。はい。そうや、そうや、そうや。何してんねん。何してんの。え、ジョシュがブリオで旗上げっつってね、鎮圧に向かいますか。行こうぜ。せっかくだ。練習試合。行こうか。そう、ちょっとね、ルールのところで言い忘れてたけど、一応ですね、湘北高校メンバー6人います。6人の中やったら、誰を使ってもいいっていうね。安西先生監督なんでね、誰を起用するかは、安西先生の、お心のままに、みたいな感じでね、誰使ってもいいと。プレスの俺やけどね。行こうか。とりあえず今回も安西先生でしょう。さあ、反乱軍、止めに行きましょうか。行くぜ。バカが旗揚げしやがって。放浪軍もね、ちょっと各地にバッコしてるんで、こういった感じで、旗揚げされることもあるでしょう、おそらく。仕方ない。これは仕方ないという感じですね。とりあえず花道を安西先生に合流させてね、マンツーマン特訓って感じでやっていきましょう。カーン。なるほど。前回、第1試合で、ショックを倒したんですよ。その残党がここに入ってるんやな。おそらく。オッケー。さあさあ、ちょっと待って、拠点落としたいんやけど。拠点落としたい、俺は。うわぁ、うわぁ、つって。ここ落とすか。頑張っていくで。よっしゃ。なんかランプ使いたいな。道を開けよう。行くで。いや、バレーやって、これ。バレーなんだよな。がっつり。バスケじゃねえんだよ。バスケがしたいです。バスケがしたかった、俺は。ほんまはね。ほんまは。仕方ない。爆弾投げてね。とりあえず、弾を投げとけ許されるみたいな、とこがあると思うんで。やっていきましょう。ボーリング。ダメだろ。全然落ちひんよ、この拠点。ちょっと、この拠点落ちなさすぎでしょ。落ちなさすぎよ。おれ。図に乗るな。いや、落ちなさすぎ。覚悟せよ。これも一応弾なんでね。許されるんでしょ。赤木竹則が天下無双はやばい。怖すぎ。いや、終わり。終わりで草。竹則、ゴリ強すぎ。ですね。赤木竹則キャプテンです。よろしくお願いします。強すぎやろ。こうやってね、捕獲していくと。はい。もちろん解放ですよ。安西先生、仏なんでね、初段はしないです。勢力方針に従い、桜木花道が光陵に連兵状。ええやろ。ええやろ。とりあえずね、声援しましょうか。ちょっと打ち上げで。愉快だな。ルカは。なんでルカは。オッケーオッケー。声援、こういうのも大事やからね。監督としてね、選手をねぎらうっていうのもすごい大事やから。え？ウーブンスク？厳粛に受け入れよう。ね。右近水力が同盟締結、マジか。仏やから、やってもええんやけどね。承知した。
はい、湘北高校と雨金勢力が6ヶ月同盟で締結しました。いいですね。どう思うやろね、あの集団中、この集団中入って。どう思ったんやろね、こいつらやべえなって。やべえ奴らしかいねえじゃねえかって思ったんかもしれんな。まあでも喜んでたんで、いいとしましょう。ほなね、特訓します。誰か鍛えたいな。まあ、とりま安西で。今のところね、安西先生ムーブをかましてるわけなんですけど。ちょっとね、他のキャラも使いたいって子やね。進行戦の時とかやったら切り替えられると思うんで。ちょっとね、幸福度を上げるみたいな選んじゃったんで、施してあげます。優しい。今は仏と呼ばれた。今仏と呼ばれてるんだね。ちゃっかり。さあ、ちょっとね、湘北高校と同盟結んでもらいましょう。両夫行こうか。両夫一回ね、同盟成功させてたんで、もう一回行くわ。多分行けるでしょ。おそらく。鬼神の心を溶かすよ。溶かしてあげる。頼みがある。マジ？マジ？この前は。おい、この前は聞いてくれたやん。なんか、両夫、聞いてくれたはずやのに、悲しい。悲しいぞ。わしは悲しいぞ。あ、間違いだ。いや、お前さ、第二試合の相手か？もしかして、両夫か？二回戦、両夫か？え？むっちゃクリエン。さすがの人望、大井勢力が同盟締結を提案して、やめとこう。今は俺は、雨金勢力と同盟結んでるんでね。はぁ、あ。いらないっすね、こういうのは。はい。いや、仏やからってそんな舐められたら困る。なんかすげえ攻めてきてるやん。さあ、どうしましょうかね。ちょっと提供要請でね。ちょっと欲しいですね。金が欲しいな。ちょっと孫文代とか行こうか。無理かな。無理っぽいな。そうそう。無理っぽいな。芝居。もっと無理っぽい。呂布か？いや、もう 100% 無理。どうしよう。孫文代で。そうやね。人徳的には、誰が行けるんやろ。あ、赤木？赤木頼む。ゴリ。ゴリ失敗。ゴリ交渉失敗っつって。キャプテン赤木、交渉にミスる。襲撃しとるやん。早速。もうなんか、あれやん。根に持っとるやん。赤木が根に持ってる。尊敬。根に持っちゃってるんやけど。誰？バカつってね。バカってもう。はい。お前バカ。はい。それルールに乗っとってね。断りますよ。バカ。はい、バカ。バカの誘いを断りました。もちろん断るよ。バカ。よっしゃ。二回戦の相手は、両夫にしましょう。決まりました。やっぱりね、こことはもう、関係を結ばない。俺は。さあ、誰使っていこうかね。そうね、前回第1回戦、安西先生使ったんで。そうね、花道行こうか。花道最終回にとっておきたいな。花道はなんとなく。どうしよう。もう、りょうちん行こうか。りょうちん。結構好きやで、俺は。宮城りょうたなら、やってくれるでしょう。宮城りょうた使います、今回。行くで。さあ、行くで。電光石火の、宮城りょうた。行こうか。いや、いきなりこんなとこまで来てもた。間違えた。ちょっと戦いたかったんやけど。なるほど。電光石火やからって。学神のモーションやん。さすが。こういうとこうまいよね。ほら。やけどするよ。おい。早いぞ。早いぞ、さすが。潰してやるわ、いいで。いいで。さすが、電光石火の俺、宮城亮太。素晴らしい、りょっちん。いいね。総大将出たな。いやだ、なんか、あっさりちょっと終わりすぎじゃない？あっさり終わるのも面白くないんで、ちょっとね、やっぱ戦おうぜ。すごいな、ミッチ。くらいやがれ。OK。OK。よし。さあ、行こうか。なるほどね。行軍とかあるんだよな。いいね。まあまあまあ、いいんじゃないですか？この辺は。さあ、この機体落としていこうか。誰かおるやろ。トータクか。行くぞ。ほら。むっちゃおるやん。なんか。いいよ。スピードに。ついてこれるかな。
ついてこれねえだろ。切り込み隊長やから。見事だな。いや、楽しい。え、なんで？聴覚？聴覚現る。宮城亮太の奮闘に聴覚が関心、やばいぞ。抗菌と入れられるんちゃう？いかんぞ。よっしゃよっしゃ。まあまあまあ、こんな感じでちょっと遊んだんで。そろそろ。そろそろ敵本陣行きますか。水乱部使いたいんよな。ガチで。最初に精神統一しとけばよかったな。まあ、しゃあない。しゃあないな。まあ、こればっかりはしゃあない。食らいやがれ。二回戦ですから。この試練物に。お前や。安西先生に盾つくな。あ、やばい。呂布や。ハロー。イエーオーつって。すごいやつ来た。すごい元気なモブが来た。オッケー。さあ行くで。調子になんじゃねえ。行くぞ。電光石火だ。これダメだな。覚醒たまらんな。決めるか、空欄で。くたばりやがれ。行くぞ。よし。二回戦、突破です。湘北高校 VS 呂布軍。湘北高校の勝利で、第二試合を終えました。いやー。領地に、年功石火の領地楽しかったな、宮城亮太。呂布を捕獲っつね、投用したいんですけど、やっぱ無理ですね。危ねえ、初段押しとった。うぜえ！うぜえ！うぜえ！何やねん、あいつ。いや、すごいすごい。めちゃめちゃ捕獲してるやん。めちゃめちゃ捕獲した。安西先生勢力が君主呂布を破り、オッケー。さあ、第2試合を突破しましたよ。いいね。いい感じじゃない？今回。順調にね、スラムダンクエンパイアーズ、優勝に近づいて、宮城亮太襲撃してね、戦終わりにもかかわらず早速ですか。素晴らしいね、あいつは。ちょっとね、助けてっていうかね、回復してやろうかな。せっかくやから、よう頑張った。うん、お疲れ。お疲れ、つってね。さあちょっとね、試合終わりっつったらね、やっぱり一番楽しみなのは、打ち上げですよね。みんな今日はお疲れ。戦勝ったよ。試合勝ったから、お疲れっつってね。はい。こういうの大事やからね、やっぱり。はい、というわけで、スラムダンクエンパイアーズ2日目第2試合を終えたところですが、こんな感じになってますね。まあ結構ね、安西先生勢力、我らが湘北高校の勢力広がってきましたね。まあ結構ええ感じに進んでるんじゃないかなと思います。続きはね、あと次回の動画になるんで、この先も。ぜひ、お楽しみに。ほな、ナタでした。さよなら。バイバイ。